マジ作ってくれんのお弁当。いや、わかるよそこは。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、来ました。ドン。あ、体育祭いいね、面白そう。こまけ。あ、萌ちゃんもそんなだったっけね。ああ。ああ、負けたくないんだ。ああ、なんか熱そうな人だね。え？何言ってんの、こいつ。生徒に。あ、市川はちょっとあれか。まあ、そういうのね。やる気なさそうだもんね。無意味イベント。うん。ん？あ！新キャラ。騎手？え？騎手って何？ああ、オープニング言っちゃったよ。ん？騎手？けど今の話の流れだと体育祭の話だよね、多分。いや、そん中でやる。え？え、全然わかんない。奇襲？え、そんなのが出てくる。言葉として出てくるようなあれある？あ、旗持ち？奇襲って。応援とかの団長とかかな？いやー、まぁ、ちょっとわかんないからいいわ。まぁ、とりあえず、けど、今の人、見た目あんないかついけど、市川くんって、くん付けで呼んでくれたからね。まあ、そんな悪いやつじゃないんじゃないかな。むしろ、いい人だと思いたい。で、席も確か市川のね、前だったから、これから仲良しになってくんじゃないかな。まあ、結構出番が多いキャラになってくれると嬉しいな。で、このクラスになったことによってね、新しい。また他にもね、可愛らしい女の子たちが二人出てきてくれたじゃん。だ、あの子たちも、この体育祭でどんな活躍を見せてくれるかだね。可愛らしい姿か。ここで確かね、なんか写真が一枚入ってて、それで気になってたんだよ、今の今の。で、あとはやっぱ市川と山田ね。やっぱ市川が山田に応援されて頑張っちゃうような姿とか、そういうのを期待したいところですな、今回は。さあ、もう騎手。あ、ああ、上のこと騎手っていうの？初めて知った。山田入ってきたね。背伸びたしね。市川。ああ。え、やるの？やんないのか、結局。あ、わたち。ああ、騎手？うん。またエロいことか。まっちゃった。水着でやるもんじゃねえわ。プールの中で確かにね、昔やってんの見たけど、俺、子供の頃。ああ。もう、お前は。むしろ男のそんなに聞きたいか。もう、怪我。ほう。あ、これで？ああ、守ってるじゃん。え？ああ、そんなのあったの。うん。ああ、そこが。いいのかよ。聞けよ。おぉ、ホロさんも挟まれてサンドイッチやん。最高だね、こんなに。うん。ああ、こんな人気者がいるのかって。懐かしい。この感じの位置か、懐かしいね。もう最近出てこないよね、あんまり。黒歴史。お。あ。え、まだ残ってんだ。
ああ、消えない傷。うおー、すっげえ傷。いや、心配かけまいとしてくれたのかな、今のダルイ。これは勲章ですね。お？誰だ？あ、足立！うん。うん。ああ！ああ！内緒にしてたのに話しちゃったんだ。ってことはもう今の足立は分かってるってことか。市川と山田も。おお。うん。ああ、そこで決着？いや、足立的には、おお、乗ってきた！ああ、なんか刺したのかな？市川。わあ、これはちょっと男の勝負だね。まあ、そうかもしれないけど、けど負けられなくない？めっちゃトレーニングしてるじゃん。いや、けど上乗るのに走り込みっているのかな、よくわかんないけど。何が必要なんだろう、騎士って。いや、けど頑張って勝ってほしいな。けど足立もなんか切ないね。まあ、けど足立は萌えちゃんは？それで、そういうのもあるよね。あ、京太郎。まあね、いろんな説あるから。うん。ああ、そのね、調べたことによってね、傾向、お？ちょっと待って、なんで？いや、かわいいけど、かわいいからいいけど。たまたま？あ、たまたまだよね。うん。見られて恥ずかしそうだし。そんな、あなた。うん。かわいすぎ。かわいすぎる。うん。バレちゃったね。ははは。いやいやいや、なんでそうなる？あの、いや、こういう子だよね、山田って。一緒に？え？手握っちゃって。いやいや、これ競争なの？いや、ラブラブにしか見えないけど。いや、てか、山田のこの格好がね、普段の家の中とかやばいよね。どんだけ走ったの？もう、すんげえ走ったんだろうね。家の前なの？道具？どういうこと？道具って。全然わかんない。ちょっと待って。おう。あ、筋トレグッズ？おう。うん。うん。うおうおう。いや、このアングルやばいって上下さすな。上下さすな、っつーの。あ、え？ああ、いや、これやだね。やばい。おう、もっとちょっと引っ張り出さないと。おう、あ、え？今当たったのもあれだよね。ワンコの方だよね。いや、俺分かってないんだ。だから。超ウケる。市川だと思ってんだね。おぉ。いいね。一回もできない人もいるけどね、これ。うん。まあ、膝つきならまだ。ああ、パパ鍛えてんのか。え、てか、あれやばくない？あれ片手で開けてんのかな？ああ。いや、負けられないんです。うん、友達だからこそ、答えてあげなきゃね。
うん。やっぱそこまで分かって。ちょうだろう。お、上がる。ああ、甘いの。ああ、好きなの気持ちが。おお、あぶな。いやー、それくらいの気持ちで愛の告白してほしいな、そろそろ。マジ？作ってくれんの？お弁当。いや。お？もういいか？え？あ、あー、ペイントしてるんだ。ああ。そういうのあるの。小林は？何書いてるんだ？え？なんで誠言えるんだよ。新選組じゃないんだから。は？桃子タンメン？お、待ってるじゃん。え？なんて書くかな？え、油性だろ、これどう見ても。水性じゃなくない？え、隠すの？え、なんて書いてあるんだろう。おぉ。何？うわぁ、超楽しみ、その下。ああ、天気良くないんだ。いやけど、やらないと、あの対決は。おう！あだち。もう、ちょっと待って、待って、待って。ガチ？どういうことこれ、わざと？わざとなの？大バカ野郎だね。そんなことやんの？ああ、これは負けたくねえわ。もう、けど、足立最高。ああ、アンナちゃんの推しがすごい。あ、まあ、いいけどね。器用なだけの山田。いや、マスクしたら辛くねえか？走んの。なんだろう。ん？何借りる？カップル、両方、両片思いか。ってことは、どうすんの？で、これ連れてっちゃったらまずいもんね。ああ、さすがにここは。ああ。いや、それは原さん。どうするみたいなこと？お？お？ちょっと待って。これは、いや、これでいいの？ああ、やっぱここをね、誘ったってことだ。超面白い。ああ、先生がガチ説教。ああ、もう余念がないな。ああ、障害物か。おー、エッチー。もう脳内メモリにね、焼き付けないと。いや、もう足立の気持ちはわかるぞ。鉄壁ガード。おう。おう。ああ、今までね。でも思えば、そういうのあったなって繋がってんだろうね、私の中で。もう！いや、中止にはなんないよ。なくなっちゃうの？やるだろ。お？いや、これは、足立動いたな。やらせてくださいって。
もう説得の仕方、あたちらしい。おお、かっこよ。やるんだ。先生たちナイス。実際ここの二人が戦う前に終わっちゃったらウケるけどね。ああ。おお、よくそんなことできんね。いやー、見守りましょうよ。いや、どっちも頑張れだなー。けどやっぱ市川だね、ここは。違う。うん。おー、あたし。お前叫ぶんか、そこで。おー。あたし。うん。てこ、ああ、うん、そこ正論、そこは正論。いや、そこを見てるからな、市川は。うわあ、市川。すげえ、お前。いやー、足立もかっこいいぞ。ぶつけてこいって。もうかっこすぎる。いや、もう感動すんだけどね。僕やば。聞こえないの？いや、聞こえてんじゃない？これ。どうなの？意見分かってんだね、なんとなくは。熱っ、熱っ。めっちゃ熱っ。おお、飛んできたよ。マジか。けどこれは取られちゃった。まあ、けど両方とも落ちちゃったからね。ここに、今日って入ってて今の今日の声も聞こえたしね。うわあ。いや、泣いてもいいんじゃない？いや、二人して。いや、もう。なんてストーリーを。ちょっとあなたも。どこの紳士ですか？おう。おーい、まずい。もう、もう、もう。まあ、どっち？お？もういいか？誰だ？はぁ。はぁ。やべえ、ここ。うん。あれ？おぉ、お姉ちゃんが。え？見に来てた。怖っ。こんなことがあったからかな。なんであんな怖いの。お姉ちゃん。いいね。
ああ、言ってくれたね。あ、お弁当か。ああ、さすが。え、ちょっと待って。待って、全部卵焼きなの。え？うん。ああ。うん。ああ、ちゃんと切れてんの？いや、切ったのか。美味しいんだ。あ、よかった、よかった。てか、ツインの山田も可愛い。今更だけど。え、何もう何が起きても。そういうことか。え？ああ。うん、結構食べたね。さらっと言ったね、今日だろうって。ああ、あるんだ。あるんだ、あんだけあるけど、やっぱ別に。いや、一緒に食べようよ。ダメ？ありがとう。ありがとう。ありがとうよえ、てか、こんなでかかったの、おにぎり。あれがあんないっぱいあんの？あ、終わっちゃった。ちょっと待って、この足立と市川最高じゃない？ねえねえ、いや、この本当に話の作り方最高じゃない？この人、この人ってか作者。最高すぎですよ、すべてが。本当今回も完璧。もうあとは本当付き合うだけなんだけど、毎回、もう今まで何十回も言ってるけど、別に付き合わなくてもこんだけ面白いならこのままでもいいのかなって思うんだけどね。いやー。けど、あそこで萌ちゃんがね、タオルをかけてるっていうのがまた、けど、私ちょっと気づいてなかったっぽいかなそこら辺も。いや、私ママも、てかね、そっか、運動会だからみんな来てんだもんね。いや、そこら辺全然わからないままいきなりお姉ちゃん出てきたからびっくりしちゃったわ。お姉ちゃん怖かったね。いやー、そしてここに今日って入ってるっていう。もう、から、どうなってくんだろう。まあ、足立くんもあれじゃん？これで、ある意味終わったじゃん？ここの話。先輩も終わったじゃん？だからもう、ほんと下地はできてんだけどね。付き合うための。それで終わってくれんか？もう来週最後かな？もしくは13話くらいまであるかな？それまでに、もう一歩踏み出してほしいなと俺は思うんですけど。はい、というわけで今回一人の女性をね、巡って、まあ巻き起こった男のね、熱いバトル、これを見させていただいたんですけども、皆さんの感想はいかがだったでしょうか。ぜひぜひそこら辺で、ね、チャンネルの方にコメントよろしくお願いします。そしてぜひ高評価、あとチャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて、最後までね、ぜひしてください。以上、動画で突然お送りしました。